ノーチラス、ファイルマネージャファイルマネージャは、ファイルシステムを扱うためのユーザーインターフェースを提供するコンピュータプログラムである。ファイルの移動やコピー、削除、解明、検索といったファイル自体に対する操作、およびディレクトリに対する同様の操作ができることを基本とする。さらに、ファイル名やファイルサイズといったメタデータの表示と可能な場合は、その編集、 といった機能も持つ。さらにその他に、拡張紙などの情報に基づき、編集、表示、印刷などといったアプリケーションプログラムと連携するという機能を持つものも多い。また、FTP、NFS、SMB や WebW などを経由したネットワーク上のファイルなどといったものを仮想的にファイルシステムと同様に扱えるというファイルマネージャーもある。一般に対象が 階層型のファイルシステムであれば階層的に表示する。戻るや進むといったナビゲーションボタンのようなウェブブラウザに似た操作系を持つものもある。Windows Explorer などデスクトップ環境のグラフィカルシェルと深く連携する設計のものもある。ありがとうございます。